ボックスセット。ボックスセットは映画やテレビ番組などの映像作品や音楽作品を一つの特別なボックスに梱包したもの。稀に複数の媒体に分けられた一つの作品に対しては呼ばない場合もある。媒体にはレコードやコンパクトディスク、DVD ブルー、レイディスクなどのディスク、その他磁気テープ、本など様々な形態がある。日本語では箱入りとも言う。 ボックスセットは文字通りセット販売のためソフト1枚ごとの単価が安くなり好きな作品、楽曲がまとめて手に入るだけでなくブックレットやミニ写真集が特別に封入されることが多くまた初回版には特典がつくこともある映画やテレビ番組などで連続作品となっているものは作品をシリーズとして一つにまとめるかあるいはクール シーズンごとにまとめて発売する傾向にある。特に監督など著名な人物ごとのボックスとして発売される場合や、その他にも独自のコンピレーションによるボックスセットもある。2014年現在、ボックス形態で販売されている作品は1990年代後半以前の作品が中心だが、近年では1990年代後半以降の 作品でも DVD ボックスになる場合もある。また、テレビ放送で最終回収録分が DVD 化された後、今まで発売された DVD を DVD ボックスとして発売、ボックス化呼ばれることが多いした作品も存在する。収録、販売形態は、テレビドラマでは全話を数枚のディスクに収録し、それらをまとめて保管する箱。 ボックスに収容されて販売される形態が主流であり、アニメーション、劇場版は除くでは、ソフト定期的に販売する形態が主流となっている。ボックスそのものは、テレビドラマやアニメーションの全話を収録している。商品は多いが、音楽ライブや特集関係の DVD ボックスも存在する。音楽関係では、ザ・ビートルズのようにアーティストごとに収録するのが慣例となっているほか、 バラエティ番組では8時だよ。全員集合のようにボックスのみで販売されているものも存在する。劇場用映画作品においても、洋画、スター・ウォーズなどのようにシリーズ化した人気作品は各作品をすべて収録したボックス版が後に発売されることがある。一般的に DVD ボックスには映像特典などがおまけとして付随することが多い。他に、 作品によっては初期生産品限定でキャラクターのフィギュアや CD などを付属させた初回限定版が存在することもある。アニメーションソフトではこのおまけに収納ケースを付属させて疑似的に DVD ボックスのようにしているものもあるが、これは本校で扱っているものとは異なる。なお、テレビドラマやアニメーションの DVD ボックスには、 全話を一つの DVD ボックスにまとめた作品と DVD ボックス自体を上下間あるいは複数巻き扱いにして複数の DVD ボックスで販売している作品があ、何分割されるかは作品によってバラつきがあり全50から60話程度で2から3分割されることもあれば全100話以上でも一つにまとめられることもあるアニメーションの例 DVD の普及以前は レーザーディスクを用いた LD ボックスが発売されていた。1987年5月にキティフィルムから発売されたテレビアニメ、ウルホシヤツラの LD ボックスがボックス商品の第一号とあれる。ウルホシヤツラの LD ボックスは全1 0枚で33万円の価格にもかかわらず、 予約限定の初回分が完売する成功を見せ、以後のテレビアニメや特撮テレビ番組のボックス化の道を開いた。LD ボックスで発売された作品の中には DVD ボックスで再発売されたものもあるが、LD のサイズに合わせて大きな紙面を使用した解説ブックレットは DVD サイズに合わせた DVD ボックスのそれと比べて姿、 写真等の資料掲載量などにおいて充実したものが多く、資料的にも優れたものが多かったように思う。特撮、アニメ量ジャンルの場合、幼少時にこれらの作品に影響を受けた若手アニメーターたちがインナージャケット用のイラストを提供するという企画が一部のメーカーで立ち上げられ、他社も追従する形でセールスポイントの一つとして採用していたが、雑誌、 宇宙船など一部のメディアでは直接その作品に携わっていないクリエイターが手掛けるシステムを疑問視する向きも見受けられた。LD 衰退後も1990年代後半までは新作が供給されていた。作品の一部では LD ボックスに見せかけて記録メディアそのものは VHS ビデオカセット日本組といったものも存在していた。 ハイビジョン画質での映像記録が可能なブルー、レイディスクを用いたボックス商品。現在は、パイレーツ・オブ・カリビアンシリーズや、スパイダーマンシリーズなどといった洋画のシリーズを一ボックスに収めたものが大半を占めるが、これから普及が伸びていくにつれて、現行の DVD ボックスのように多様なジャンルの BD ボックスがリリースされることが期待される。中国市場向き。 VCD ボックス形態で販売されている作品。長い音楽経歴を持つアーティストは、それまでの作品を一挙に集めたボックスセットを発売する傾向にある。また、クラシック音楽、ジャズ、オールディーズ、イージーリスニングなどジャンルに対する需要がある場合、複数アーティストを集めたコンピレーションボックスも多い。ライノレコード、ワーナーやレガシーレコーディングス、ソービー MG は、 給付の再発を主軸にしており、多数のボックスセットを販売している。DVD が新作、旧作問わずボックス販売される機会が多いのに対し、CD では一度発売されたものが再編集されて、ボックス化されることが多い。音楽 CD ボックスの場合、例えば単独アーティストの音源コレクション、あるレコード会社が原版権を保有する楽曲のみを集めた作品集、 レコード会社枠を超えて、往年の流行歌を集めた作品集などが、ある。その中でも単独アーティストの場合、主にシングル曲をまとめた、シングルコレクションボックス、アルバムをまとめて復刻した、アルバムボックス、シングルアルバムの縛りなく、代表曲を集めた、ベストコレクションボックス、ライブ音源のみを集めた、ライブコレクションボックス、全音源を収録した、コンプリートボックスなどに分けれる。 また、多くは、歌手活動説明の年、20周年、30周年などや、グループの解散前後、該当アーティストの死亡後に発売されることが多い。オムニバス CD ボックスの場合、例えば演歌やムード歌謡、戦前、戦中、戦後の歌謡曲、文化、ホークソング、アイドル歌謡曲、ニューミュージック、J-POP、昇歌、同様、オールディーズなどジャンルごとに分類したものや、 廃盤音源を集めたものなどがある。その他、流行歌を、ボーカルなしの演奏のみで収録したもの、2個、ギターピアノなどや、リラクゼーションコンピレーション、音楽のみならず、漫才、落語全集や名作本の朗読集も制作れている。アニメ、実写作品の CD ボックスでは、テレビアニメやオリジナルビデオアニメ、アニメーション映画など、同一、 タイトルシリーズのサウンドトラックを集めたものや、オムニバスのアニメ主題歌集、テレビゲームミュージック集などもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。